これはやっぱりシンガポールでの経験がやっぱりあったからなと。あの日本の近代化の歴史がここにこうギュッと凝縮されているような、洋上風力の、まあ、フロントランナーになりたいと。本日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日五葉建設さんのミュージアムに初めて伺いましたが、立派ですね。でもパッと こちらが目に入りましたけれども、はい、これは何でしょうか。これはあの五葉建設が1961年に、はい、エジプトのスエズ運河の拡幅工事と改修工事というものを受注しまして、工事を受注する前にもうすでにスエズ号という船を作ったんですね、はい、でこれはポンプ式浚渫船と言われるものですけれども、浚渫っていうのはなんか掘るっていうことなんですけども、海底を掘るわけですけれども、それのカッターと言われるものがありまして、そのカッターヘッドを表しています。でこのカッターヘッドの先端にはあのチップというあの尖ったやつがついてます。これ交換できるんですね。でスエズ運河は非常に悪魔の岩盤と言われる硬い地盤だったので大変苦労しましたけれども、はい、そのためにいろんな工夫をしてですね、チップの最適な形状を確認しながら工事を無事に終えたというものでして、五葉建設の、新種の精神の実践というのが我が社の、経営理念の一つですけれども、それのスタートになった、記念すべき、我が社の、事業です。このミュージアムを作ろうと思われたきっかけというのはどういうことだったんですか。はい、ちょうど2年前の2021年4月10日というのが創立記念日なんですけれども、その時に125周年を迎えました。この技術研究所自体は100周年の時にあと記念して、できました。100周年は1996年だったんですね。で、まあ、その時にちょうどこのスエズ号のこのカッターヘッドの模型もですねできまして、この技術研究所の目立たないところに、部屋の中に、ミュージアムの原型がありました。それからこの25年、いろんなことがありましたけれども、技術を核として新種の精神でいろんなことに挑戦するという我々の、経営理念社風というのは変わらないかったので、まあ、125周年を記念してここちょうどアトリウムでですね、広い空間であまり使われてなかったものですから気持ちがいいですね。はい、ここにそういうミュージアムをですね、新しい技術の紹介も含めて過去の歴史も含めて、五葉建設をあるいは建設業の魅力を広く皆さんに知ってもらえるようにしたいということで、思いつきまして、パタパタと作ったんですが、それから2年遅れてようやく今年の7月に、まあオープンしたというところです。はい、こちらは一般の方でも見学できるんでしょうか。はい、今の段階では、社内の人たち、はい、まあ、経営幹部も含め全国のグループ会社の人たちに見てもらうようにしておりますけれども、来年からは、一般の人にも公開をして、申し込んでいただければ団体も受け付けてですね見ていただけるようにしたいなというふうに思ってます。私も今駆け足で拝見させていただいたんですが、はい、日本の近代化の歴史がここにこうギュッと凝縮されているような、そんな気がいたしました。この石ちょっと触っても大丈夫ですか。はい、これがそのスエズ運河のスエズ運河の石で、これ重いですよね。ちょっと、はい、すっごい重い。これも腰にきそう。巨大な海の中の掃除機ではなくて、これはスーンじゃなくて砕いて、かき回す、回転させて砕いて、このハンマーこれで砕いてカッターヘッドで吸い取るというものなんですね。で爆弾も吸って爆発したこともあるんですけれども、はい、プロジェクト室にも出てました。はいはい、御社はもともと海の土木からスタートなさってるんですね。そうですね、1896年に広島県の呉市で水の組として誕生しました。このできたきっかけはですね、呉に海軍の、海軍工廠と、呉鎮守府ができさらに、海軍工廠ができるということで、まあ、漁村だったんですけれども天然の良港だということで選ばれましてですね、そこを立ち退きにあった人だったり、いろんな方もいらっしゃって、で地元の、まあ
建設会社をしている人たちから誘われて、最終的には水の組として独立をして海軍の仕事を中心に始めたということです。海軍の呉のドックの工場をやったり、対馬の方に佐世保鎮守府の方の仕事にも行ったり、鹿児島にも行ったりと、大体海軍の基地があったところを中心に、西日本を中心に拡大を、事業を拡大していったということで、当時は海の土木というだけではなかったんですけれども、はい、当然海軍の施設を作りますので、陸上の工事も基盤整備といいますか建物も建てるということなんですけれども、その中でもやはり水の組の、評判というのはですね、そういう船を作るドックを作ったり港を作ったりというところに強みがあったので、水の、土木の水の組というふうに呼ばれるようになったと聞いています。それが今では本当に幅広い分野に進出なさってますよね。そうですね、スエズに進出したのをきっかけに、海外展開はしたんですけれども、東京に会社が移ったのが、1964年ですか、東京オリンピックのあった年に東京に本社を移しておりますけれども、その後1967年に実は社名をその時に水の組から御用建設に直しました、改めました。で、英語名が日本語名と全く違うペンタオシャンコンストラクションという名前を付けたんですね。で、5つのオーシャンなのでペンタオーシャンなんですけれども、これ我々会社入った時に言ってくださいって言われるんですけど、太平洋、大西洋、インド洋は言えるんですけれども、あと言えないですよね。どちらか分かりますか？なんだろう、教えてください。北氷洋、南氷洋ですね。北極と 南極の海はオーシャンなんですね。はい。で、地中海も海ですし、7つの海をっていうのはたくさんあるんですけれども、5つのオーシャンを、支配するわけじゃないですけど、進出して幅広くやりたいという、壮大な名前がついたんですが、実際には、せいぜい太平洋、インド洋ぐらいしか行ってないんですけれども、そういう名前がつきました。このきっかけはですね、実はその後、その翌年1968年にですね、陸上土木の堺建設工業という福井の会社を吸収合併しました。で、それが決まっていましたので、その発足に合わせて新しい名前で水野の名前を捨てて、堺と一緒になるのだから新しい名前でみんなが平等に働いていけるようにしようという当時の経営者の意向があったんだと思いますけれども、それでこういう、日本だけではなく海外に誘致するような、そういう名前、大きな名前がついたということが、その後の海外事業展開非常に大きくなりましたし、堺建設工業を合併することで陸上土木に進出した。この会社は福井の会社ですけれども、ダムをやったり東京都の地下鉄をやったりということで、そういう陸の、老舗の会社をと一緒になれたということが、我々の範囲をさらに広げることができ、で、また2年後の1970年にはですね、北海道室蘭に人工業というのがありまして、神の工業という会社なんですけれども、会社の名前、この会社を吸収合併して、さらに、北海道への進出を、果たしたということで、全国展開を、陸に出て全国展開をする。国内は、海、陸、それから建築を1970年代に建築工事も本格的に取り上げていくわけなんですけれども、やはり建築は後発だったということもあって、海外がスタートするんですね。で、実はシンガポール、海外のシンガポールですけれども、我々1964年東京オリンピックのあった年にシンガポールに進出しています。そこにで初めて向こうの造船所のドックの護岸の改修に行ったわけですけれども、その後ですね、シンガポールでは1965年に営業所もできまして、もう来年で60周年、進出60年を迎えます。で、シンガポールの独立が1965年ですね。その1年前にもう進出をしていたと。独立前ですよね。そうなんですね。で、その後埋め立て、シンガポール政府というのは国土、狭い国土です、淡路島ぐらいの狭い国土ですので、これを広げるということで埋め立てをして、工業地帯を作ったり、最初空港を作ったりと、いろいろ住宅地を作ったりといろんな仕事をしました。で、そういう中で戦後国土、独立後国土を 25% 広げてるんですけれども、その我が社が 40%、
あの埋め立てに関わっているということは、全体の埋め立ての 10% が我が社が貢献しているということで、これはあの非常に我々としては大きな実績だというふうに。シンガポールの国土の約10分の1の大きさを五洋建設さんが拡張したと、拡張した、埋め立てで拡張したと。10分の1ってものすごい大変な広さですよね。そうですね。でこのスエズ運河の改修工事も参加した船も現地にで活躍しましたし、で新しい船もいろいろ作りながら、シンガポールでそういう実績を作った。でその後シンガポールでは今度は建築に出るんですね、はい、でシンガポールは外国なので、あの日本と違いまして土木と建築の区別がないんです。全部あの作る人はコンストラクションで、向こうではその土木と建築の区別がないということが我々の知名度があったことで建築工事も入りやすかったということだと思いますけれども、いろんな 大きな工事をさせてもらったということです。あのシンガポールでも本当にあの埋め立てだけではなくて、もう多種多様な建築物も手掛けられてますね。そうですね。マリーナベイというシンガポールの中心になるところに、オペラハウスとコンサートホールを、作らせていただきました。この完成が2002年なんですけれども、もうドリアンの形をした特徴的な建築で、非常に技術的にも難しかったんですけれども、実はできたばっかりのこの技術研究所でその柱の構造をですね、実験をここで構造実験をやって、この形で持つということを確認して現地にやるとかですね、いろんな取り組みをしたしています。でその後あの病院建築にかなり力を入れておりまして、シンガポールもやはり高齢化が進んでいくということもありまして、そのシンガポールの大型病院1000億の規模の、建築工事を手掛けさせていただきました。シンガポールではですね、ビムといわれる3次元の図面で最初から、建築の図面をがもらって、でそれをそれに、こう書き込みながら、それを使って立体での図面で工事をしていくというのは、今日本ではもうだいぶ追いついてきましたけれども、当時2010年、あの受注した2014年ぐらいですかね、ぐらいはなかなかそういうものは少なかったんですけど、そういったところでいろんな大型工事の取り組むことができたということで、シンガポールでは超高層の建築から建物についてもですね、向こうで実績を積んで日本に帰ってきて、さらに日本でも超高層の建築ができるようになったというような、そんな形で国際と日本国内が連携しながら発展していくというような感じ。シンガポールの技術と日本の技術がお互い切磋琢磨して、より良いものが作れるようになっていったということですか。そうですね。その日本国内でその土木と建築がこう融合したようなプロジェクトというのはございますか。はい、シンガポールでは先ほど申しましたように土木と建築の区別がない。だったらあの土木工事には必ず建築工事がついてくるし、建築工事には土木工事がついてくる。だったら日本も同じようにやろうじゃないかということで、地下工事については都市土木で、日本の技術者の方が、土木の技術者の方が得意なので、でこれを彼らに任せよう。で建築のところは建築の技術者が生産性を高めた。でこれを同じ現場の中で一緒に働きながら、発注者とも一緒に取り組みながらやってうまくいったのが、ヨドバシ梅田タワーといわれる梅田駅の駅前にあるヨドバシカメラの二期工事のタワー棟が、そういう形でやることができました。非常に地盤の悪い梅田の土地なんですけれども、水を漏らすことなく、工事もですね、地下鉄に影響を与えることもなく、地下工事がうまく進みまして、地下の工事と地上の工事を同時に施工するという工法、逆打ちという工法だったんですけど、逆打ち、地面を最初にですね、柱を立てて、で上は上で立てていくんですね。で地下は地下で、それから掘っていくというのが逆打ちというんですけれども、はい、そういうことをすることで工期も短くなるし、生産性も上がるということなんですけれども、それはやっぱりシンガポールでの経験がやっぱりあったからなというふうに言えると思います。先ほどから新種の精神という言葉、よく出てらっしゃるんですけれども、はい、五洋建設さんの経営理念について、はい、簡単に教えていただけますか。はい、経営理念はですね、社会との共感っていうのと、豊かな環境の創造、それから新種の精神の実践という3つのキーワードがあります。
これはもう100周年の頃からこのキーワードがありましたし、新種の精神は、もうスエズ運河の終わった後ぐらいからですね、1983年私入社ですけど、その頃から新種の精神というのは社内で根付いておりました。でこの社会との共感だとか豊かな環境っていうのはですね、まさに ESG の環境の E で社会の S というものに共通するものでございますので、そういう経営理念を持っていたということがですね、2000年代前半建設業の事業も縮小されてですね、厳しい時期もありましたけども、それを乗り越える大きなきっかけになったというふうに思います。まあ、ESG の G っていうのが一番実は大切で、サステナビリティを経営をしっかりやっていくためには、企業がコンプライアンスを守ることも含めてガバナンスがしっかりしてなきゃいけないということですし、建設業もですね、これからそういう人権の尊重と持続可能なサプライチェーンを作っていくということについてですね、取り組んでいこうということで、新たなそういう方針も出して今年から取り組み始めています。ますます風通しのいい企業にということで、まあ、やはりこのサステナビリティ経営っていうのをですね、やはり自分のみんな我がごとで腹に落ちるように、していこうというふうに思っています。会場で風力発電の、はい、なんですか、設営にも携わっていらっしゃいますよね。はいはい、そうですね、日本の再生エネルギーを拡大するということはまさに大きな課題ですけれども、その中でも洋上風力発電というのはポテンシャルとしては非常に大きいということで注目をされています。しかしながら大変ですね、技術的にもヨーロッパでは30年かけて徐々に小さなものからやってきたものが、日本では最初から大きなものを一気にやらなきゃいけませんので、技術的にもですね、必要な作業船だとかそういうノウハウもですね、たくさん足りないところがあります。でこれをキャッチアップするために我々はベルギーのデメオフショア社というところと提携をして、日本に一緒に合弁会社を作って洋上風力に取り組もうということで、彼らの経験をですね早く吸収する。で日本ではそれはできる安全にはできない、こういう問題があるということは我々が分かっていますので、そういうことで洋上風力のフロントランナーになりたいということで、いろんな設備投資もしながらですねやっています。で将来的には2027年以降ぐらいに日本では本格化すると思いますけれども、2030年ぐらいになった時にはですね、我々今国内で土木建築海外って言ってますけれども、これに洋上風力がもう一つ新分野として立ち上がるぐらいの、つもりで力を入れてしっかり取り組みたいと思っています。2030年っていうともうすぐですけれども、はい、その頃にはじゃあその日本周辺で洋上風力発電がかなり進んでいるということなんですか。はい、今港湾エリアで秋田県ですとか北海道石狩とかですね、今我々は北九州の福岡の響灘というところで洋上風力の大型の事業を取り組んでいますけれども、一般海域といわれる港湾エリア以外のところの入札が進んでいますので、2030年頃にはですね、本当に日本の沿岸、特に日本海側が多いと思いますけれども、洋上風力非常に工事も含め真っ最中になっているというふうに思います。とするともうこれから10年20年先はその洋上風力発電というのはかなり期待できるものなんでしょうか。はい、期待できます。洋上風力発電があることでですね、エネルギーの日本にとっては供給が増えるわけですね。自前でそういうエネルギーを持つことができる、洋上風力の電気を使って再生可能エネルギーを使って水素を作って貯蔵する。でその水素は作ってしまうとなくならないの でこれを使ってまた発電をするというような動きも今少しずつ進んできてまして、人工業のもともと本拠地であった、室蘭で新しい橋梁あるいは高構造物の、工場を作りました。洋上風力で必要だということで新しく新築したんですけれども、そのビルにはちゃんと太陽光発電をメインにしながらも一部水素発電も行える設備を入れて、
将来に備えて勉強も始めています。で建築は将来的にはもう建物には必ず、ゼブというゼロエネルギービル、はい、ゼロエネルギーハウスと言われるようなものが義務付けられてくると思いますので、断熱効率を高くしたり空調の調整をうまくやったり太陽の光によって、調整したり気温を調整したりそういうことをしながら、でこれある時の基準から見て何十か 50% 以上、削減するわけですけれども、削減してさらに足りない分は自分たちで自前で、太陽光で発電すればエネルギーはネットゼロになるよというようなことでゼロエネルギービルというんですけれども、建築もその分野でも力を入れて、取り組んでいますので、この2つはですね、洋上風力とゼブの建物というの建築というのはですね、我が社の、大きな、競争分野になるといいますか、強力な武器になるといいますか、そういう分野だというふうに思っています。その五洋建設さんのこれからの未来に向けて最後にメッセージをお願いしたいんですけれども。はい、サステナビリティということと今の経営理念をしっかり活かしながら取り組んでいくことでですね、持続的にとにかく、将来夢があって新しいことに挑戦することで今までできなかったことが切り開けて、世の中のためになる、そういう分野を持っているということが我々の一番の強みですので、これからもこの新種の精神ということの実践ということは忘れずにですね、困難なことにこそ取り組んでいきたいというふうに思っています。国内にも海外にもたくさんの従業員の方いらっしゃると思いますが、はい、特に若い方たちに向けて社長様がどんなことをお話になっているんですか。とにかく明るく前向きに仕事しましょうと。明るく前向きに仕事しましょう。はいはい、やらされてると思ったら人間って前向きになれないですよね。だから自分で興味を持って取り組めるように取り組みましょうと。でそのためには先見性勇気スピードと、この先見性勇気スピード、はい、はい、早稲田大学のビジネススクールの内田先生の講演を聞いて、この言葉はビジネスマンにとっては非常に大事なこと、子供と経営陣にとっては大事なんだと言われたんですが、この言葉は非常に建設会社には合ってましてですね、先見性というのは何もですね、新しいことを発見するということではなくて、先見性を持って物事に取り組む、これ何のためにやるのか、これをやったらどういうことが起こるか、今のやり方でいいのかなっていうことを仕事を今までこうやってましたからって何も考えずにやると後で大きな事故になったり失敗になりますので、そういうことをまず考えてくださいと。で勇気を持ってそれを口に出してやりましょうと。で勇気っていうのもなかなか人に聞く勇気ってなかなか若い人持てないですね。で逆に我々世代って言いますか、年配の所長クラスは逆ですよね。部下の言うことを聞く耳がないですよね。そんなことないと思います。でそういうふうにお互いに勇気を出してコミュニケーションをすることが非常に大事ですよと。で勇気を持って気がついたらそれをスピードを持って改革しましょうと、変えましょうと、能動的に先見性を持って気がついたことをこういうやり方に変えようとやっていくことの方が本人たちのやる気も出てくるだろうということで、それをとにかく前向きにやりましょうと。なんか難しい仕事が来たらなんかもうできないという前に、できない理由を言う人は山ほどいらっしゃいますけど、できない仕事、できないと思う仕事が来た時にチャンスだと思うかどうかで心の持ちようで随分変わると思いますので、先見性、勇気、スピード、なんかこう苦しい時とかもうダメだと思った時こそ、なんかこうなるべくこう笑顔で、そうですね、入れたらいいなって私もいつも思います。はい、今日は貴重なお話、本当にどうもありがとうございました。とんでもございません。どうもありがとうございました。